はい、皆さんこんばんは、ラリホンです。さあ今回ミニの動画やっていくんですが、今回見ていったのはペスローさんの好プレイ、チンプレイ、見せプレイ、好プレイ、見せプレイ、チンプレイ集ではなくて、好プレイ、見せプレイ、まとめということで、チンプレイがない本当にガチのプレイだけの動画と、ついに来ました、皆さん大好き810万の世界戦闘力6万ということで、810万もう今で言う神というか、810万なんていますってレベルなんですけど、ほんまになんかいたんでなんかいたんで、810万の6万を実況していきました。で今回は全部ね、まあ、かなり強えって感じの内容なんで、よかったら最後まで見ていてください。で面白かったらね、高評価と登録お願いします。でね、概要欄からね、僕のツイッターとか実写のチャンネルとかもあるので、よかったら、ね、チェックしてください、お願いします。さあ、好プレイ見せプレイまとめ19ということで、これ好プレイ見せプレイまとめっていうシリーズあったんですね。いつもチンプレイが入ってるけど、こんなガチプレイ限定なんかな。さあ多分ね、僕が多分紹介したことあるやつのまあ厳選だと思うんですけど、こんなん見たっけうまいな、待って、バッ、これは見たかも。これキモいよな、マジでキモい。本当にあの初見の反応はもうできないけど、初見の反応じゃなくてもなんかね、オーバーリアクションしてしまうぐらいの本当にプレイなんでね、これは。さあ、そんな当て方ね、ようあるよな。で、ウェビーでバーちょっとあるんすねというね、俺これ初見の時知らんかったってなったよねなんかね、それでバーストできるんやっていうさ、メトルバースト、そこりだ。はい、つかみからダウンレン入れて、うわ、ダウンレンからさ、ダウンレンではないかと思うんやけど、そっからね、あの回避先も読むのがテクよね。さあ、右側に飛ばすんじゃなくて左側に飛ばしていくと、ところは、まあ、人権ではないできるガノン使えば、まあ、人権を狙いません。さあ、レッキ決めていく、まあ、人権狙いましたあ、できるガノン使えば、まあ、人権狙いました。さあ、なあ、できるガノン使いは、ま、人権で倒しません、敵を。できるガノン使いは、ま、人権でシールド割りに行きます。さあ、これは？くー、上、クーシャド。まさかのね、メテオで締めるという。うわ、読みすぎ。読みすぎ。うわ。ここまで読めればね、気持ちいいですよね。さあ、空中上。はい、空中上からのレッキと。これ、簡単そうで見て結構ね、なんか、むずいというか、すごい本当に限定されるんじゃない、パーセントとか結構条件がありそう。さあ、新しいガノンのこれこれ、レッキでさ、やるのおもろいよな。でも 150% 超えればあれってもう興味できないなって思うと、やっぱレッキ強いなっていう。さあ、これは、あ、これ無限コンバやな横引きのやつ、トゥーントゥーントゥーンなるよね、なるよね、あれ、うん、あれやろうと思ったら多分横引きバンバンできますよ。多分そっからの追撃があるんでね、あの回数を合わせてるんと思うけど。さあ、空語でバースト、空語でバーストしただけなのに、家庭が上手すぎてかっこいいっていう。あ、あー、これまた先の、あー、てん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 はい、なるほどね、5回くらいは目安にと。さあ、ウエストのバースト、いや、あれってなんか条件あるのかな、何パーお足が入らんみたいな、ちょっとわかりませんけれども。さあ、これは強切りからダウンさせて、ガリョーガリョーと、かっこよすぎる。さあ、これドンキーとか、やっぱ同じキャラのね、コンビはなんかいいよね、なんかすごい同じキャラのチームの方が強い気がする、なんかね、こういうコンボは。あ、さあ、これは 183% ですよ、今。いや、もう死ねない、死ねない。さあ、222% でフィニッシュと。さあ、マリオシークのコンビ、はいはいはい、ダウンにして、なるほど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 、お、爆発していくと、なるほど。さあ、これは、おーおー、 0% から80まで思えば、さあ、87% までつなぐで、しかも即死というかバーストしていくと。さあ、踏むのすごいよ、それ。そんなに踏んで大丈夫ね、自慢の髪の毛が崩れちゃうよ。さあ、これは、うわ、音なくなった、かっこよ。いや、音がないのかっこよすぎる。さあ、810万1700の6万ということで、これね、9月30日なんですよね。結構もう4日前か。もう4日前なんですよね、この人。そう思うと末恐ろしいんですが、多分今まで僕が紹介してたロックマンの方なんかな、多分。この人すごい高いって人。じゃあ成長し、今810万ということで、見ていきましょうか。ちょっと。対クラウドってええな、ね。クラウドも全然強いからね。なんかキャラ性能でね、圧倒するってわけじゃない気がするからね。なんならクラウドもね、いい感じにやるんじゃないかと思ったけど、死んでしまう。まあもう、クラウドの弱いところをついていくと。何？なんかやっぱロックマン使いって1ストック目
なんかそんな感なんかメテオでバーンするの流行ってるんですか。俺が紹介する動画だいたい1ストック目でメテオ死ぬんですけど、だいたいそんなもんなんですかね。1ストック目のルーティンがあるんですかね。ロックマンには毎回ねメテオで殺してる気がする。ドンキーとかをまあクラウドも死んじゃいましたから、まあキャラやキャラとか関係ない。空中下根元からの DA とかそんなコンボ決めるんですね。もうねもう見たことないし、そのコンボ初見です、もうそのコンボ初耳ですという、そういう感じが多い。空中上やっぱなんかうまい。ロックマンはなんか空中上を決めるのがうまいよな。なんか気持ちいいぐらいの針をね1回2回ねかっこいい。いいね。ウェビーのねお犬さんもしっかり使っていくと。もうお犬さんをねまあめちゃめちゃ使うわけじゃないけどね、大体この俺の紹介する上手い人はみんなところどころね1試合に2回ぐらいはねなんかリーフブレードとなんかコンビでなんかね組み合わせて使ってる気がするな。草を出してあれピョーンって飛ぶみたいな感じのよく見るな。サヨコスマッシュは甘え、その甘えからうわうわ今のバーストしたらすごかったぞ。さあ29番、あれなんかね当たりところとかジャンプのタイミングとか多分ミスったらあれ死にますからね。さあ空中バーストクワードも全然ない。やっぱね810万で退治しますから強いですよね。さあうまい。さあこの空中へまあまあダメージ食らう、もしかして、まあ、当たり方によるんかな。カスカスやったらそんな食らわんけど、全部当たっちゃったら結構食らうかな。 10% で食らうかなあれ一発でね。さすがに 20% は食らうと思うけど、ガノンじゃあるまいし。さあこれは逆に一発当ててね 20% とか与えるガノンは怖いですけどね、逆にね。そう考えると、さあ事故っちゃうぞ。うわもう事故出しに行ってましたよね。さあこれはジャスがして 63% いやーロックマン圧倒してんなこれ。椅子とか奪われましたけれども、やっぱりね椅子とかさてでかいからね。あこれはどうだ、あ変えてきたあー事故ったくそロックマン事故ちゃった。今の変えてきたんだな、なんかもう積んだかと思ったけど。さあこれはさあ掴んで、あもしかしてこれクラウド逆転あるか。ちょっと逆転に行きたいかな。ロックマンの上手いプレー見たいけど、まあ、そんなねもう皆さん数字でね猛者って分かってるね。ロックマン相手に逆転するねクラウドもちょっと見てみたい感はありますけれども、終わったなかった。はい、ということで今回ねこんな感じでした。まあ810万来ちゃったらもうあれよね、やっぱねうまい、なんかうまいというか戦闘が高い人はロックマンがなんか多くなりがちなので、ちょっとね他のキャラちょっと来てほしいよな。もうロックマンのプレイ、まあ宮北っていうのはおかしいけど、まあまあ、たくさん見ました、お腹いっぱいですっていう1ヶ月に1回ぐらいですっていう人もいるかもしれないんで、皆さん大感染たまにチェックする人はよかったら、なんか810万のロックマンが おったらちょっとね教えてくださいね。なんかあ大感染でなんか超戦闘力高い人いましたよみたいな、ロックマンの中でね。なんか例えばそれな、誰がいいんだろう、ジョーカーで810万ちょっと気になるよね。うまいジョーカーは本当にあの手首から気になるから、やっぱりなんかいたらもうな、まあ何でもいいんでね、もう何でもいいんでね、高い人おったら皆さん教えてくださいということでね。多分僕のリスナー、まあ僕の動画見て多分みんなの投稿を見る方も増えたかと思いますので、よかったら大感染なんか僕の代わりに探しといてくださいということで、はい今回はこんな感じでしたありがとうございました。はーい、シャッカセキ TV です。あのね僕実写チャンネルガノゴリっていうのやってて、まあ初めの方はね僕一人でねなんかいろいろやってたんですけど、最近ねもうなんか方針決まって、まあ友達とまあ、ちょっとグループ系 YouTuber 的な感じとねやっていこうぜという流れになりまして、まあ一人の動画は多分なかなか開かないと思うので、まあ料理動画を上げてたの知ってるかな、なんかカレーとか何だっけ、カレーとか牛丼とか僕は動画にしてたんですけど、まあこっちで上げるわという感じね。だからまあスマブラとか僕最近上げてますけど、まあちょっとホラーゲームとかもうちょっとこれ視野に今入れてて、まあ、ちょっと島原もまあ引き続き更新しますが、だからちょっとまあ今日ちょっと1本かもしれないんだけど動画ね、まあ最近普段日本投稿じゃん、動画が日本投稿なんですけど、まあプラス3個目をねなんかいろいろ考えとったんけど、なんかいろいろアイテム戦勝感とかいろいろあったけど、まあその3個目の枠でね、まあホラーゲーム実況とか、まあその実写とか、まあね1日にまあ2個目の枠かもしれんけど、もしかしたらまあちょっと料理動画もしかしてまあ上がる、こっちでもう料理動画こっちで上げるんでよかったらねお楽しみにしてください。多分次上がる料理動画はスーパーで買ったホルモン食ってみたです
あのスーパーのホルモン、あの鬼うまいんで、ちょっとねその幸せな風景をこの前あの配信でねホルモン代もらったんでね、そのホルモン代をちょっとね優雅に使ってホルモンをちょっと食う動画をちょっとね皆さんにお届けしたいと思いますのでね、ラリホンさん大好き、ラリホンさんが幸せな顔してるのを見るとすごく気持ちいいって人はあのよかったら見てください。お願いします。